どうも、声優志望の子たちに演技の基礎を教えています。演技講師の日向翔吾です。はい、今日も早速やっていこうと思います。今日は、センスがない人には声優は無理という内容でやっていこうと思います。きっついタイトルですよね。けど、断言します。センスがない人は声優にはなれません。まあ、それはなぜかというと、業界には上手い人が腐るほどいるからです。発声や滑舌や声の出し方、読解力などなど、そういった技術やスキルと呼ばれるもの、こういったものなんかはプロの声優にとってはできて当たり前のことなんです。みんな持ってるんです。だから言ってしまえば、そういった点で声優、役者としてのこの能力の差ってあまりないんですよ。滑舌や発声や声の出し方や読解力などの技術は当然できるようになった上で、ライバルたちよりも上に行くためのものが必要になってくるんです。その必要なものがセンスなんです。このセンスがないとプロの声優にはなれませんし、もし万が一慣れたとしても仕事が一つもありません。だって周りを見渡した時に、技術やスキルなどを全て持っている人たちと仕事を獲得するためのオーディションで戦っていかないといけないんです。技術やスキル以外のプラスアルファのものを持っていないと勝ちようがないんです。勝てないということは仕事ができないんです。仕事ができないということはギャラがもらえない。ギャラがもらえないということは生活ができないんです。だからセンスがないと声優になれないし、慣れたとしても肩書きだけで仕事がありません。怖いですよね。そうはなりたくないですよね。なのでこの動画を見て頑張っている人たちにはそういう風にはなってほしくないので、基礎練習もしっかりしつつセンスも同時に磨き上げていってほしいんです。でもセンスって聞くと生まれ持ったものっていうイメージが強いですよね。センスって磨けるの？って思いますよね。断言します。センスは磨けます。センスというのは持って生まれたものというイメージが強いんで、磨くことができないものと思われがちなんですけれども、全然そんなことはないです。確かにセンスには持って生まれたものという要素もあります。ありますけども、それもセンスは努力次第で今からでも磨き上げられるものなんです。今回の動画は、まずそもそもあなたはセンスがある人なの？ない人なの？そしてその上でセンスの鍛え上げ方について喋っていきます。なのでセンスを磨き上げてプロの声優になって仕事をもらい続けられる人になりたいという人は最後まで動画を見ていってください。ちなみにこのチャンネルでは他にも演技の勉強の仕方やオーディション対策の動画も上げています。まあね、査定もそろそろ近かったりしますからね。興味がある人はそちらのオーディション対策の方も見ておいてください。リンクを貼っておきます。でね、最近ね、ちょっと嬉しいことがあったんですよ。ありがたいことに、最近僕の動画のコメントに、僕の動画で喋っていることを意識してオーディションを受けたら受かったっていうコメントをもらえたんですね。いや、めちゃめちゃ嬉しかったですね。そして合格おめでとうございます。まあでも、まあ、他の動画でも喋っているかもしれないんですけども、僕はあくまできっかけや考え方を伝えただけなんです。めちゃくちゃ嬉しいけど、頑張って合格をつかんだのはその人の努力です。なので引き続きその努力を続けていってください。いやね、もう本当偉いですよ。この調子で頑張ってほしいですね。そしてこの動画を見ている他の皆さんも合格を獲得していきましょう。で、このチャンネルなんですが、まあ毎回言ってることなんですけれども、動画の投稿は不定期になっています。もう僕が今1歳の娘ちゃんがいるんですけども、その娘ちゃんの子育ての合間を縫って作っているからなんですね。でね、最近もうこの1歳の娘ちゃんがね、体調を崩しちゃいまして、その看病に追われてて、もう動画の制作どころじゃなかったんですね。もう本当待っててくださった方すみません。まあこのように、まあ、子育ての合間を縫っての動画制作になっておりますので、どうしても不定期になってしまいます。それでもいいという人や、最新動画の配信を見逃したくないなと思ってくれた人はチャンネル登録しておいてください。では本題に戻っていこうと思います。今回のテーマはセンスなんですが、僕はセンスは大きく分けて2種類のものがあると思っています。1つは持って生まれた才能という意味合いのセンスですね。これは持って生まれたものなので変えようがありません。当然ゲームのようにリセマラはできません。持って生まれてきた才能が微妙だったからといって、ちょっと生まれ直してくるわなんてことはできないですよね。なのでこっちの方のセンスのことを考えても時間の無駄なので、除外して考えてみましょう。変えられないことに嘆くのではなく、変えられることだけに集中していきましょう。大事なのはもう一つの意味合いの方のセンスです。それは生活していく中でいろいろなものに触れて培われていく感覚や感性という意味合いのセンスです。こっちは磨き上げられます。こっちの方のセンスは今からでも磨き上げることができますし、努力次第でいくらでも鍛え上げることができます。なので今回の動画でいうセンスとは、感覚や感性のことについて喋っているんだという意味合いで聞き進めてください。長くなりますが、プロの声優として生き残っていきたいという人はめちゃくちゃ重要なことなので、頑張って最後までついてきてください。さて、
唐突ではありますが、皆さんは今の自分はセンスがある人だと思いますか、それともセンスがない人だと思いますかって聞かれても正直困りますよね。なかなか判断しづらいでしょうし、それに自分で自分のことをセンスがあるっていうと、なんか自意識過剰のナルシストみたいになっちゃいますし、まあ、逆にセンスがないと簡単に言っちゃうのも、なんかそれも卑屈な感じがして嫌な感じするじゃないですか。なので今からセンスがない人の特徴8つ、8個ですね、を上げていきます。2個以上あったら怪しくて、3個以上あったら危ないって感じですかね。はい、ではやっていこうと思います。まず1つ目、視野が狭い。2つ目、融通が効かない。3つ目、知識が偏っている。4つ目、知識が少ない。5つ目、常識がない。6つ目、人に共感する能力が低い。7つ目、空気が読めない。8つ目、流行に疎いです。この8つになってます。はい、これがセンスのない人の特徴ですね。皆さん大丈夫でしたか？センスありましたか？もしこの中で2つ以上に該当しちゃった、正直2つ以上に該当しちゃったなって思う人、大丈夫です。安心してください。2つ3つ以上該当したからといっても、僕は自分でこの項目が該当するとちゃんと言えるだけ全然マシだと思っています。というか単純に考えましょう。自覚がある人はもう問題点は分かってるわけですよね。ってことは、その引っかかった項目をどう直していけばいいかっていうのを考えて、具体的な改善策を打てばいいだけなんです。原因が分かってるんだから取り除くだけです。例えば知識が偏っているに該当した人は、今まで興味がなかったもの、触れてこなかったものに、これからは意識的に積極的に触れるようにしていくだけでいいんですね。これなら頑張れば誰でも改善できるでしょう。それだけで今よりセンスアップができます。問題なのは、さっき挙げた項目に該当しているのに気づけない、自覚がない人なんです。自分では当てはまらないとか、ちゃんとできていると思い込んでいるから直しようがないんですよ。このタイプの人はね、残念ながら今現在は確実にセンスがないです。だってそもそもセンスがあれば気づけますもん。自分のことをちゃんと客観視できないのに、世の中の様々な物事を正確に把握することなんてできないんですよ。じゃあこの自覚がない人はどうしたらいいのか、そしてひょっとして自覚がないだけで自分もそれに該当しているんじゃないかと思って不安になっている人は、どうしたら自覚できて、その上でセンスが良くなっていけるのかっていうのを、この後喋っていこうと思います。ですが、正直な話を言うと、僕のね、レッスンを受けてくれている人だったら、その人その人もうマンツーマンでレッスン見ているので、その人が今現在センスがある人なのかない人なのかとか、どうしたら今より確実にセンスアップできるのかっていうのを、その人に合った方法と伝え方で指導してあげられるんですけど、動画だと、どうしてもね、その動画っていう性質上、僕からの発信だけの一方通行になっちゃうんですね。だから絶対的な正解不正解を教えてあげられないのが、正直なとこではあります。ただですよ、センスがない可能性や、今現在センスが上がらない行動をしているかどうか、そしてセンスを上げる行動と考え方、これは動画でも十分伝えていけると思うので、この動画を見てくださっている皆さんはその視点で見てくださるとありがたいです。これから上げる項目に該当する数が多ければ多いほど、今現在センスがない可能性と、今現在センスが上がらない行動をしている、つまりプロの声優になれない可能性、声優になれない行動をしちゃっていると思ってください。声優になれるのは声優志望者のうちのおよそ 3%、 さらにその中で食べていける、声優の仕事だけで食べていける人は 0.1% です。それくらい狭き門であることを前提に、このチェック項目を聞いてください。ちょっと多いです。17項目ありますめっちゃ多いですよね。なので皆さんは一時停止しながら話を聞いて、この項目に該当するかなどうかなっていうのをチェックをしていってください。でそのチェックの数を数えていってください。さあいきますよ。1、昨日あった楽しかったことを30秒以内に答えられない。2、1ヶ月以内で感動したことを30秒以内に答えられない。3、1ヶ月以内に号泣またはお腹が痛くなるほど大爆笑をしたことがない。4、自分は不幸な方だと思う。5、最近の流行のファッションや流行の髪型を知らない。6、友達に髪型や服装、小物なんかをおしゃれだねと言われたことがない。7、半年以内にラノベ以外の小説を一冊も読んでいない。8、半年以内にアニメ以外のドラマや映画を一本も見ていない。9、
半年以内にアニソン、キャラソン、ボカロ、あとゲームのサントラ、それ以外の J-POP、K-POP、洋楽、民族音楽などを自発的に聴いていない。10、1年半以内に美術館や博物館や写真展などに行っていない。11、1年半以内にプロの演奏するクラシックのコンサートや落語や歌舞伎などの伝統芸を見に行っていない。12、1年半以内に 2.5 次元以外のプロの役者が出演している舞台やミュージカルを見ていない。13、1年半以内にアカデミー賞とかエミー賞とかトニー賞、グラミー賞、ピューリッツァー賞などなど、そういった受賞をした作品に触れていない。14、ラストですね。1年半以内に居酒屋以外で一人一食5000円を超える食事をしていないです。あー、めっちゃ長かった、まあ、ちなみにコロナの影響もあるので、本来は1年以内のところを外出系のものは全て1年半とちょっと猶予を伸ばしています。そして漫画とかアニメとかゲーム、ラノベ、 2.5 次元、アニソン、キャラソン、ボカロなどなどを外した理由は、まあ皆さんそれらが好きっていう人多いと思いますし、ほっといても見るでしょっていうところで今回は除外しました。はい、駆け足だったしめっちゃ量が多かったので、まあ一時停止しながらちょっと項目チェックしてもらえたらなと思います。はい、どうでしょう。これらに該当するものが多いほど今現在センスがない可能性がある、または今現在センスが上がらない行動をしてしまっているということになります。7つを超えていたらちょっと怪しいなと思ってください。でもこの7つも実は結構甘めにつけてます。さて、皆さんは一体いくつ当てはまりましたでしょうか。そして皆さん大丈夫ですか。心折れてないですか。該当項目が意外と多いっていう人多いと思います、ショック受けてる人も多いと思います。でも大丈夫です。繰り返しになりますが、問題が分かったら解決策を打てばいいだけなんです。じゃあどうしたらいいか。センスを今より少しでも上げて、声優の仕事だけで食べていける 0.1%、 これに入れる確率を上げるにはどうしたらいいのか。それはさっきの該当者項目、この数を一つずつ、たった一つずつでいいので減らしていけばいいだけなんです。ってだけ言うとさすがにちょっと不親切かなと思うので、もう少し踏み込んで話していきますね。まあ勘のいい人なんかはもう途中で気づいてるかもしれないんですけど、センスをアップさせる方法はざっくり言っちゃうと4つのことを意識して行動するだけでいいんですよ。たった4つです。でそれは何かというと、1つ目、視野を広げること。2つ目、一流と言われるものに触れること。3つ目、その数を増やすこと。4つ目、それらを比較する癖をつけることです。それだけでセンスは確実にアップします。まあ、ちょっと乱暴な言い方になってしまうかもしれませんけど、まあ、一流があって二流があって三流があってそれ以下があるとしますね。で、まあ、だいたいピラミッドみたいな形になってますよ。で、二流や三流のものだけに触れて生活していると、ここだけで生活していると自分の価値判断の基準も自分がいいなって思うものもこの二流三流以下の枠の中、この枠の中だけで判断するしかなくなっちゃうんですね。だって一流を知らないんだから、この二流三流以下の中で判断するしかないですよね。でもこの上にある一流と言われるものにたくさん触れていたら、可能であれば一流のものだけに触れていければ、自分の価値判断の基準もこの一流の枠の中だけになるんですよ。この枠の中で判断するのと、こっちの上の枠で判断する、どっちがいいか、どっちが優れているか見ればすぐわかりますよね。一流のものに触れれば触れるほど自然と目や耳などの全ての感覚が超えていくんです。見る目が養われるんです。自分の中に質のいいデータが増えていくんです。この質のいいデータが増えるにつれて、あれ比べてみると一流のものの中でも A の方が B よりもいいかもしれないとか、 A と B は似てるけどここの部分に違いがあるな、あ、だから自分は A の方がいいと判断したのかとか、そう考えると今までは A が一番いいなと思っていたけど、今までのデータ全てを比較してみると最近のデータ C が一番いいかもしれないぞとなってくるんです。そうやってセンスって磨かれていくんです。でもこれも二流三流以下のものだけに触れていたり、そもそものデータ量が少なかったりすると比較すること自体難しくなっちゃうんですね。だから判断ができないんですよ。なので後発的にセンスを磨くには質と量と
その比較をすればいいんです。質と量とその比較を意識して10本映画を見た人は映画10本分のセンスを手に入れることができます。30本の映画を見た人は30本分のセンスを手に入れることができますね。30本の方がすごそうでしょ。じゃあ50本だと、さらにこれが100本になってくるとね、そうやって考えていくと自分のセンスが上がっていく未来がなんとなく想像つくと思うんですよね。しかもですよ、今ありがたいことにこのご時世、高いお金を払わなくても一流のものに触れられる機会がめちゃくちゃ溢れています。例えば iTunes などで名曲を安い値段で聴くことができるし、毎回映画館には行けなくてもアカデミー賞などを受賞した有名作品、質の高い作品、これなんかを DVD レンタルとかで自宅で見ることもできます。芥川賞や直木賞を取った、そんな小説もそんなに高くはないですよね。まあ可能であれば生で触れる体験、まあ、例えば舞台とかね、まあこれもね行けたらいいんですけれども、まあご時世もありますし、お金もねやっぱちょっとかかっちゃうので、まあそれはねお金を貯めたりとか、お金が余裕がある時にちょっとずつで見に行ってみるといいです。確実にセンスは磨かれます。高いお金払った価値はあると気づけるようになります。こうすることで今現在はセンスがなかったとしても努力次第でセンスを上げることが可能になります。ちなみになんですけど、世の中の一流と呼ばれるものはジャンルが違っていても一流の共通点みたいなものがあるので、視野を広げてその感覚をつかめると物事をさらに違った角度から捉えることができるようになるので、よりセンスがアップします。なので一見すると声優には関係ないなと思ったものであっても、一流と呼ばれるものはジャンルを問わず積極的に触れておくといいです。いかがだったでしょうか。今回の動画はセンスやセンスの考え方について話してきました。センスは確かに持って生まれたものはあります。その要素はあります。でも頑張れば後発的にセンスを磨き上げることはできます。持って生まれたものは変えられなくても、感性や感覚は努力次第で鍛え上げられます。視野を広げていいものにたくさん触れ、比較することを癖づけられれば誰でも後発的にセンスを鍛え上げられます。それをやらないでセンスってよくわからない、難しい、できないというのはただの甘えです、言い訳です。皆さんはそんな格好悪い人にはなりたくないですよね。ですのでこの動画を見ている皆さんは視野を広げて、たくさんの一流と言われるものに触れて、それを研究吸収してセンスを磨き上げていってください。そして素晴らしいセンスを持った声優役者になっていってください。頑張って。以上、日向の教室の日向でした。